はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はね、すごく久しぶりになるんですけども、青島の AE86 の続きをやっていこうと思います。ちょっとね、やる気が途絶えてしまって、しばらく放置してたんですけれども、そろそろ完成させてあげないといけないなと思ってるのと、視聴者の方からね、まだですかっていうコメントもありましたんで、ちょっと作業を進めていこうと思います。というわけで、今回は、内装の組み立てですねをやっていこうと思います。はい、それでは早速やっていくんですが、ほぼほぼ塗装は全部終わらしちゃってます。塗装全部というか、そもそも真っ黒なんですよね。後期の GT APEX に関して言うと、内装はねほとんど真っ黒なんですよ。で、一部シートとかドアの内張り、あとリアシートの横のとこ、あとリアシートの背もたれのところ、ここの部分が一部ファブリックになってる部分があるんですよね。ほとんどのが合皮みたいな素材、合皮でもないんだけど合皮みたいな感じの素材になってるんですけど、一部このこういう一部分だけが、グレーの布になってるので、その部分だけ、塗り分けをしてます。一応この黒の部分は、黒サフで、このグレーの部分はグレーサフを使ってやってます。僕はこのサフのこのちょうどいい感じの艶消し感が好きなので、サフを使ってやってます。なので、これをもう組み立てていくだけなので、あんまりやること自体はそんなに大したことがないんですが、やっていこうと思います。で、ちなみに今回チューニングカーっぽく作るって言ってたのもあるので、運転席は、適当にジャンクの箱の中から、このフルバケを見つけてきて、フルバケを使おうと思います。これ別に何でもいいと思うんですけどね、これを使おうと思います。で、僕の好みで言うと赤なんですけど、フルバケのシートは赤なんですけど、なんか赤にするのもね、ちょっと浮きすぎるかなっていう気もしたので、今回はもう黒にしておきました。こんな感じで、一応ねここのベルトホールの部分だけ穴が開いてなかったんで、ここだけ貫通させてます。これはね、そんな難しくない作業な割には、やってるのとやってないので、結構見栄え変わるんで、これだけやってあります。で、ハンドルも、このキットには純正のハンドルしか付いてなかったので、オレンジウィールズの T37 風のホイールにおまけで付いてた、このディープコーンタイプのセアリング、こっちに変更してます。色はもう真っ黒なんでね、あれですけども。これを使ってやっていきます。で、まずねメーターなんですけど、このキットはメーターがね、アナログタイプとデジタルタイプ、2種類のメーターのデカール入ってるんですけど、ここはもう定番のようにこのアナログタイプの方にしてます。で、このままでも別にいいんですけど、ちょっと質感上げるために、これね UV ジェルクリア、クリアレジンですねをここにちょっと持って、メーターフード的な感じにしてあげます。ではこう適当にねこの上に持ってあげたら、爪楊枝とかを使ってこの表面全体になじませてあげる。こんな感じでなじませてあげたら、ブラックライトをね数秒当ててあげると、これで
固まるので、こんな感じ。まあ、ちょっと表面張力でね、表面がこう丸くなっちゃうんですけども、それでもね、やってるとやってないとだとこうメーター感が全然違うというかね、こんな感じになるのでやっておきます。はい、そしたら、パーツを全部組んでいきましょう。まあ作業がね、今回はねあんまり多くないので、ちょっと時間的にすぐ終わってしまいそうな気がしないでもないけど、サイドブレーキをつけてあげて、シフトレバーもつけてあげて、もうちょっとね感覚が空きすぎてね、自分でもどこまでやったのかあまり覚えてないっていうのがあるんですが、まあまあなんとかなるでしょう。割とね僕もね、やりだすとちゃ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 やっちゃうんですけど、たまにこうやってねパタッと止まっちゃう時があるんですよね。これはあんまり良くない癖だとは思うんですけど、まあ、そもそもがね、自分がこういう性分だから、少しのモチベーションを上げるために、動画配信を始めたっていうのもあるんで、なるべくこういうのはねないようにしようとは思ってるんですが、どうしてもたまにねこういうことが起きちゃいます。内装の組み立てとかは あっちゅう間なので、でこの古化けはね多分ねちょっと何のやつかは分かんないんですけど、多分富士見かなんかの、レースカーとかについてたバケットだと思うんですけど、まあ、ちょうどいい具合にねここにスポッとはまってくれるんですよ。この元々のシートをセットする用の溝のところにね、突起のところにスポッとはまってくれるんで、ちょうどいい感じになります。ちょうどね、もともとのシートを乗せる用のこのレールっていうのかな、このパーツがなんかシートレールみたいな感じになってね、ここがシートレールみたいな感じになってちょうどいい感じになってます。で、ペダルをつけてあげて、ほんとね AE86 って、まあ、元がカローラなんでね、そんなに凝った作りにはなってないので、割と内装とかはほんとシンプルな感じです。こんな感じでね、ドアの内張りとかもつけてあげて、こんな感じで、このドアのね内張りの塗り分けもね、地味に
このドアの、このドアハンドルとか、これはね、別体だったりするんですよね。別体だったりするんで、グレーのラインはここに入ってるんだけど、その上に黒いドアハンドルがボコンと乗っかるんで、ここだけグレーじゃなかったりっていう感じで、ラインが綺麗に揃わないんですよね、ここ。なんですけど、まあ実車がこういう色なんで、もうこういうそのまんまで作ってます。でもっと言うと、ここの塗り分けのラインが、これは多分キットの作りが間違ってるんですけど、ここはね、確かね、このリアシートの背もたれの部分とこの内装のここのラインは確かね、実車は揃ってたはずなんですけど、これは多分キットが間違ってんのかな。ここはずれちゃってる感じになるんですけど、直そうと思うと内装の方を作り替えないといけなくなっちゃうので、今回は無視します。まあ雰囲気が出てればそれでいいやって感じ。僕が乗ってた86がね、リアシートついてなかったんでね、この辺あんま覚えてないんですよね僕乗ってたのも街乗り用は後期トレノやったんですけど、内装がなかった、リアシートというか後ろ半分内装がなかった上に、結構内装もなんか寄せ集めだったんで、もともとドン柄の車やったから、後期トレノの外装だけど、いろんなもんが混じってるみたいな内装やったんで、あんま覚えてないんですよね。でまあつけてあげるとこんな感じ。はい。で、あとこのダッシュボードにステアリングをつけてあげて、ここにセット、こんな感じ。ちょっとカメラ越しだともう真っ黒ですけども、これで一応内装が完成ですね。まあ、こうやって見た時にね、ちらっとこうメーターのところがキラッと光ると、ちゃんとメーターの、なんていうのかな、メーターカバーがちゃんとついてるなみたいな感じに見えて、ちょっとリアルに見えます。であとこれをね、シャーシの方に乗っけちゃう、邪魔かな。あともうちょっとだけ作業をするとき邪魔になるかな。そうでもないか。あ、邪魔になるかな。まあ、これがね、ここに乗っかる感じになるんですけど、まあ、この後ちょっと足回りの調整とかその辺の作業があるので、あ、ゲート切り忘れてるな。足回りの調整とかがあるんで、邪魔になっちゃいそうだから、とりあえず接着すんのはやめておこう。あ、接着して。割と僕こういう黒の部分のタッチアップとかサインペンでやっちゃうこと多いんですよね。割と分かんないこうやって見るとね、意外と分かんないでしょま、乗せるだけにしておきましょう。こんな感じ。まあ、ちょっとボディが乗ってないんでね、こんな感じって言われてもイメージ湧かないですけど、こんな感じで内装が完成しました。はい、こんな感じで、まあ次の動画では、エンジンルーム周りの仕上げをしていって、
って、順次外装を乗せて、外装の仕上げをして外装を乗せてっていう感じで作業を進めていきますので、まだ続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、まあ、ちょっと今回内装だけなんでね、動画自体短くなりましたけれども、以上で終了にしようと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。